はい、ゴールデンウィーク真っ只中なんですけど、今日はですね、監視カメラのご紹介をしたいなと思います。メーカーさんがですね、ちょっと中国なんで読めないんですけど、大愛さんかな、大愛さんっていうところのプロダクトになりますね。なんか監視カメラをいろいろ作られてるメーカーさんで、今回はスタンダードのワイヤレスタイプのものをご紹介したいなと思います。商品としてのスペックは今画面の上に書いてるんですけど、Wi-Fi のアンテナが2本立っているっていうのと、130度の広角っていうところと、画質が500万画素で AI の人体検知っていうのがついているタイプのものになります。はい、で中身を紹介していくと、まあ本体ですね、まあ、なんかオーソドックスなというか、同じような形状のものを作られているメーカーさん多いんで、汎用的なものかなと思うんですけど、こんな形のカメラになってます。で、まあ、壁に取り付けるタイプなので、まあ、ネジ穴で3箇所固定するような感じになるんですけど、そこからまあローテーション方向と一軸ですね。で、一軸の方はロックがかかるようになってるんで、一回締め込んだらまあ動かないような感じになってます。で、この赤いキャップのところが Wi-Fi のアンテナですね。裏側に、まあ、ドライバーがついてるんですけど、中に SD カードスロットとリセットボタンかな、タクトスイッチを1個ついてます。スピーカーもここに内蔵されてますね。で、裏側から出てるコードが、一つが DC 電源 12V1A、まあ、Wi-Fi を使わない方用だと思うんですけど、 LAN ケーブルのコネクタがついてます。さらにここにキャップを開けるとリセットボタンがついてるんですよね。で、これなんですけど、すごく考えられてて、まあ、こういうカメラってだいたい高いところに取り付けることが多いと思うんですけど、カメラの裏蓋のネジを開けてここのリセットボタンを押すっていうのはかなり難易度高いんですけど、こういう風にコードで垂れてると手が届く範囲にこのボタンが来るんで、ピッとボタンを押してリセットかけるみたいなことがやりやすいということで、まあ、この構造すごく便利ですね。その他付属品が、まあ、ソフトウェアの取扱説明書の QR コードとマニュアルで、壁に取り付けるためのまあ型紙と、外壁にネジ止めするんだったらこういうビスを使うっていうのと、あとまあ予備の裏蓋用のネジが2本ついてます。セットとしてはこんな感じのものになります。で、早速ちょっとカメラのセットアップをいつも通りやっていきたいなと思います。まあ、いつも通り簡単なんで、もう電源取り出します。一応ここ電源ランプついてますね。で、今回のメーカーさんなんですけど、ネットワークを設定してください。アプリはですね、 EC クラウド系ですね。まあ、私いろんなメーカーさんの監視カメラ使ってるんですけど、今回 EC クラウド系です。なので EC クラウドっていうアプリを起動します。こういうアプリなんですけど、ここでカメラを追加をします。スキャンをして追加、カメラを使って QR コードをスキャンするようなイメージになりますね。まあ、本体の裏にあるこの QR コードを読み取ります。で、 Wi-Fi のアクセスポイントはいつも通り 2.4GB につなぐので、自分のスマートフォンを 2.4GB につないだ上でアクセスポイントのパスワードを設定します。 Wi-Fi 設定中です。しばらくお待ちください。 Wi-Fi 接続が完了しました。はい、今カメラは Wi-Fi につながってスマートフォンと同じネットワーク内に存在してるんで、接続完了しましたね。相変わらず簡単ですね。で、クラウドストレージ無料体験出るんですけど、まあ、これ使わなくても使えるんで大丈夫です。で、こんな感じでカメラの映像が映りますね。どれぐらいかな、 1.数秒ぐらいかな、遅延は。そんな感じになりますね。 EC クラウドさんのアプリはまあ結構万能なというか、どんなカメラでも同じようなインターフェースで使う感じなんですけど、動体検知、モーション検知感度、人検知、検出系が一通りあるのと、警報とアラーム。で、あとアプリに対するプッシュ通知の設定と、まあ、通知する時間帯と間隔。記録設定は SD カードの中に入れることができるんで、常時録画するか、イベントが起きた時だけ記録するかみたいな感じになります。で、このストレージの設定は有料にはなるんですけど、クラウドストレージを使うこともできるし、 SD カードの中に保存することもできるんで、必要であれば SD カード挿して使うって感じになりますね。で、あと操作する画面なんですけど、でこの一番左側に解像度を設定することができるので、 SD か HD か、まあ、ストリーミングのビットレートが変わる感じですけども、 SD と HD が選べます。あとカメラをちょっとこっちの方に向けて電気を消すとですね、今こんな感じですね。この赤い点が見えると思うんですけど、これ赤外ライトになっているので、暗視モードというか赤外線モードに切り替わるので、照明が全然なくても見える感じになります。で、今これ真っ暗な状態で赤外ライトで照らしてる感じなんですけど、暗視カラーっていうのがありますね。うん、結構色の再現性もちゃんとしてる感じ、真っ暗なんですけどこんな感じで見えます。スピーカーモードですね。これスマートフォンで喋った声をカメラから出すこともできるし、カメラのマイクで拾った音をスマートフォンで聞くこともできるっていう機能もあります。で、あと写真と動画の手動のキャプチャーですね。で、この下の部分はちょっと PTZ の機能なので今回使わないですね。こんな感じの機能になっております。はい、ということでこんな感じでスマートフォンアプリから簡単に使える防犯カメラなんですけど、まずちょっと SD カード入れた上で外に置いてみて、画質とかそのあたりを確認してみたいなと思います。
はい、ということで半日ほど放置してみました。私ちょっと出かけたので、出かける前後ぐらいの動画とかってどうなんだろうと思ったんですけど、今上に貼ってると思うんですが、まあ、外出した時も動き検知でちゃんと録画されてるし、外出中も検出感度高めに設定したんですけど、こんな感じでイベントごとに録画されてる感じでした。で今回私は、まあ、本体に内蔵されてる SD カードに常時録画という形で保存してるんですけど、 GC クラウドのアプリを SD カードで使ったの初めてなんですけど、スマートフォンのアプリでパッと確認できるのは基本的にはこのイベントドリブンというか、イベントが起きた時のデータ確認みたいな感じになるんですよ。でこのリプレイっていうボタンを押すと、一応この常時録画の全てのデータを閲覧することができるというか、タイムラインを遡って何時何分どうだったんだっていうのを確認することができるようになってます。でこのタイムラインを自由に遡れる機能なんですけど、で私は今まであのワンスビューさんのカメラを好んで使ったんですけど、ワンスビューさんのカメラもですね、まあ、物として使えなくはないんですけど、実はここ1年ぐらいの間にこのタイムラインを遡るっていう行為をさせてくれなくなったんですよ。まあ、一応 SD カードが入っていて常時録画ができるような機能があるんだけど、ファームウェアのアップデートかアプリのアップデートのどっちで制限かけてるのかわかんないですけど、本体内部の SD カードにアクセスできなくなっちゃってですね、このストレージがですね、クラウドストレージしか使えなくなっちゃったんですよ。まあ、これがまあ正直アプリしか使わない人は痛いかなと思います。ワンスビューさんのカメラをスマートフォンアプリだけで完結させようと思うと、あくまでもカメラかアプリが検出したイベントに対しての動画しか撮れないっていう、まあ何でもやりたいよっていう人には、クラウドサービスで金取るのかよみたいな、そういう感じのアプリになってしまったので、ちょっと現時点で私はワンスビューさんのカメラはちょっとおすすめできなくなっちゃってるんですけど、まあ、そんな感じになってます。まあ、それに対して EC クラウドさんは未だにちゃんとデータを遡って撮れるっていうメリットがあるんで、まあ、スマートフォンしか使わないって方はオーフアイさんと EC クラウドアップの組み合わせで使っとくと、そこまで不満がないかなっていう感じですね。でじゃあ逆にパソコンとか他のデバイスは見れないのかっていうと、そうではなくてですね、 EC クラウドは PC 用のアプリがあります。これ今ちょっと入れてるんですけど、クラウドサービスに対してアクセスするっていうことができる Windows アプリみたいなそういうのがあります。ちょっと今画角変わってしまってるんですけど、今これリアルタイムに家の外を見てる状態にはなってるんですけど、カメラをスマートフォンのアプリと同じような操作がデスクトップでできるという形になってますね。ただこの Windows アプリの方はクラウドベースのストリーミングを PC のアプリを通して見ることができるっていう機能にまあ特化してるからですね、まあ、ここで録画とかスクリーンショットを撮ることはできるんですけど、あくまでもその時間を遡ろうと思うと、スマートフォンの中のデータをエクスポートするというか動画ファイルとして取り出すみたいな、そういう作業をしなきゃいけないっていう感じですね。はい、でここからちょっとマニアックな話なんですけど、カメラの中の SD カードに保存される動画ファイルは結構細切れですね。1分2分ぐらい単位で切られているんですけど、多分この切られてるタイミングはカメラ自体が何か検出をしたとかしないとか、そういうステートが切り替わるたんびにファイルが切れてるんだと思うんですけど、結構ブチブチ数分単位で切れてるので、まあ後でちょっとつなげたりするのはそれはそれで大変かなっていう気がするんですけど、まあでも24時間遡れるっていう利点はあるので、まあちょっと一長一短かなっていう感じがしますね。はい、ということで今回はオーホワイさんの IP カメラというか監視カメラをご紹介したんですけど、いろんなメーカーさんのと比べてもそつなく使えるいいデバイスかなと思いますね。まあ、このオーホワイさんは自社内のソリューションに NVR っていう NAS みたいなハードディスクを搭載した監視カメラ専用のストレージがあるんですけど、まあ、それに接続するようなデバイス群ということでこういう商品をラインナップしているので、まあ、これ単体のみならずそういうストレージもセットで買うと業務用的な監視カメラソリューションを安価に揃えられるっていういいプロダクトかなと思いますし、今回のカメラもそういう機能を持ってはするんですけど、まあ、一応 SD カードの中に常時録画することもできるようで、まあ、徐々に買い足していくような使い方もできるいいソリューションかなと思いました。まあ、私みたいにギークな使い方をしている人にとっては RTSP とかオンビフが使えないっていうちょっとデメリットもあるんですけど、まあそれに関しては他社メーカーさんもほぼ同等なんで、最近はやっぱり監視カメラだけを売るというよりはクラウドサービスとかソリューションをセットで売っていくというような潮流でもあると思うんで、私がそういうことができないからこうだっていうつもり全然ないんですけど、プライオリティに応じてよく見るところはこういうシステムに組み込んで、そこまで頻度が高くないよっていうところはまあこう SD カードの中をたまに覗く程度にしとけば、監視カメラとしての通知は出てるんで、その通知で怪しいなと思った時だけ SD カードの中のデータを覗くみたいな使い方をすれば、ネットワークのトラフィックの負担も減るし、まあ、いろんな意味でいいこともあるかなという感じがしました。はい、ということで今回はオーホワイさんの IP カメラのご紹介でした。